ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかね。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ。まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でもそういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね。ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？ん？そう思ってくれるなんてとても嬉しいよ。俺は別にどうも思わない。シャブ業の警視としてもともと目立つような行動を取るべきじゃないからね。でも主人は客に従うべきとも言う。もし君に何か考えがあるのなら俺に教えてくれるかい？そのアドバイスが理にかなったものなら俺も君と一緒に試してみたい。じゃあ俺はここで待ってるよ。何か必要があれば俺に言ってくれ。困ったわ。あら、君は確かお嬢様のお友達よね。実は最近厄介なことが起きてどうしようかと悩んでたのよ。来月の祭りに備えて他の島から貴重な祭祀用具を仕入れたんだけど、でも貨物船が海上で嵐に遭っちゃってね、その荷物が全て海底に沈んでしまったの。外の島からの仕入れはもう間に合わないわ。今唯一取れそうな方法は鳴上島本土の優作という商人から仕入れることだけね。でもその商人すごく目ざとい人なの。私たちが仕入れに困っていることを知るや否や相場を度外視した大幅な値上げをしてきてね。明らかに私たちからぼったくろうとしてる。まったく本当に頭が痛いわ。私たちも試したんだけど全く動じないのよ。彼以前にシャブ業と一悶着あったから。実は昔ね、彼が粗悪品の祭祀用具を私たちに売ったことがあったの。もちろん私たちはそれを返品して周囲に公表したわ。それ以来彼は私たちを恨むようになった。そしてやっとその復讐の機会を今回得たってわけ。そう簡単に折れないと思うわ。それにシャブ業は商人に対し直接的な管理権はないの。訴訟を起こせば問題が長引くだけ。でも祭りはもう目前まで迫ってる。一正と古沢は彼のところへ向かったわ。うまく解決できてるかしら。祭りがうまくいくといいんだけど。そのことか。確かに俺も耳にしているよ。もともと君へのおもてなしが終わったら
時間を見つけて処理しに行こうと思ってたんだ。まだ何とも言えないね。その商人と話してからじゃないと。もし気になるのなら一緒に見に行ってみるかい？でも当初の予定では君に喜んでもらえるようなことをしたかったんだけど、逆にシャブ業のトラブルに巻き込んでしまうとはね。それが君の考えか。仕方ない。君の願いなら頑張って叶えてあげないとね。この値段はいくらなんでもありえない。喧嘩売ってるのか。もし祭りに影響が出たら容赦しないぞ。おほん、助けてくれ。シャブ業の武士が殴りかかってきた。おい騒ぐな。こいつ落ち着け。俺たちは手を出さない。これでいいか。シャブ業が無理やり物を売らせようとしてくる。同心はどこだ。助けてくれ。チッ、交渉は無理だ。行くぞ。おい待ってくれ。その程度の覚悟でこの俺を脅迫するなんてな。あ、お前らまた会ったね。待った、お前のことは覚えてるぞ。シャブ業の犬トーマ。お前が俺の商品を偽物の劣化品だと言ったせいで町奉行に捕まって何日も牢屋に入る羽目になったんだぞ。俺が落とし入れたみたいに言わないでくれよ。君の品には確かに問題があった。それは君自身が一番分かっているはずだろ。この石頭が毎年どれだけの祭りがあると思ってる。ろうそくだけでどれほどの商品があるか知ってるか。その半分を劣化品に変えても誰も分かりはしない。とんでもない利益になるんだぞ。親切心からお前らに商売を持ちかけたのにその恩も返さず、さらに俺を通報するなんてな。今回はお前たちが俺に媚びる番だ。多少モラを多く取ったって構わないだろ。聞いたぞ、シャブ業の荷物を乗せた船が嵐にあって、それが全て海底に沈んだってこと。もうすぐ開催される祭りは延期できず、そして現状俺から仕入れることしかできない。祭りがうまくいかなければ八重宮司と将軍様を怒らせてしまうな。そうなったらただじゃ済まないだろう。しっかりと考えるんだな。そう邪険にしないでくれよ旦那。祭祀用具は俺たちシャブ業しか買わないものだ。早々に和解するのが君にとってもいいことだと思わないかい？その手には乗らないぞ。お前たちは急いで買う必要があるが、俺は急いで売りたいわけではない。たとえこれらの品がこのまま俺の手元に残って廃棄することになっても少しばかり損するだけだ。これくらい俺からすりゃ痛くも痒くもない。どうやら交渉は無理そうだね。分かればいいんだ。払えないって言うんなら祭りで泣き面を書く羽目になる。せいぜいその準備でもしとくんだな。時間は貴重なんでね。これで失礼する。モラを払う用意ができたらまた来い。ふぅ、まあ俺たちと話し合いを続ける気はないらしい。どうやら町奉行所の牢屋で過ごした経験は彼に良くない印象を植え付けたようだね。いや、その必要はない。優作の行いは確かに尺に触るが、根本的な問題はシャブ業にある。貨物は俺たちシャブ業がなくしたものだ。だったらシャブ業が責任を持って解決すべきだろう。そうじゃないとたとえこの困難を乗り切れたとしてもシャブ業の名声は失墜することになる。さあ行こう。何人か会わせたい人たちがいる。
お、トーマじゃないか。お前がここに来るのは久しぶりだな。この間まで離島で活動してたと聞いたが、それっきり姿を見せてなかっただろう。ん、そいつは俺の友達さ。友達？そこの姉ちゃん、どこの一派のもんだ。まったく何を言ってるんだ。そういう友達じゃないよ。彼女とは何の利害関係もない。本来は彼女を息抜きさせようと思ってたんだけど、ちょっとしたトラブルに巻き込んじゃってね。そうか、これは失礼。今日は何の用だ。お前は用がある時にしか来ない。そのくらい俺もよく知ってるぞ。この前鉄鋼が不足してるって愚痴をこぼしてたけど、その後進展はあったかい？なんだ、いい仕入れ先でも進めに来たのか。まったく情報が遅い。この前俺たちが高値で鉄鋼を買い取るという情報を流した後、かなりの数の商人が我先にと他の場所から品を仕入れてきてな。他の奴らに先を越されないよう仕入れのために借金する奴までいた。もし今から参入するつもりなら悪いがもう遅いぞ。でもそんなにたくさんの鉄鋼、とてもじゃないけど一気にさばけないんじゃないかな。ああ、だから仕入れ先を絞ってそこから買うことにした。今いくつか候補があるんだが、まだ迷っててな。それなら俺が参謀になってあげようか。最近鉄鋼の運送が多かったからずっと気にかけてたんだ。どの仕入れ先の質が良くて安いのか全部把握してる。ほう、じゃあこの名簿を見て行ってみてくれ。この2つは鉄鋼を1年中売っている。質はいいが値段が高い。もう少し交渉すれば相手の提示した値段の8割で買えるだろう。この仕入れ先は近頃離島で頭角を現した商人だ。薄利多売を掲げ、質はまあまあだが欠陥もしばし見られる。検品の際は慎重になる必要があるね。そしてこの仕入れ先は借金をしてまで仕入れ、一攫千金を狙っているものだ。急いで仕入れたからか質もいまいちで、値段も特別安いというわけではない。やめておいた方がいいと思うよ。待てよ、こいつは。なるほど、お前の言いたいことが分かったよ。この件は俺にとっても重要なことなんだ。ここは閣下が一つ手伝ってくれることを祈ってるよ。何水臭いこと言ってんだ。こんなのお安い御用さ。だがちょうど俺からも一つ頼みたいことがある。近頃鉄鋼を運んでる際に何度か襲われてな。悪いんだがちょっとばかし手伝ってくれないか。特に金丹村から稲妻城までの道はしばしば問題が起こる。わかった、すぐ行ってくるよ。いろいろと疑問があるみたいだね。後で説明してあげるよ。でもまずは体を動かす必要があるようだ。椿の雷。どうぞ不意打ち。ローズクラッカー。スピナビロース。スラブコーン。あ、一体どこからこんなにたくさんの魔物が。お二方ともありがとうございます。しかしそのどちら様でしょうか。こんにちは。俺たちは安武の依頼で貨物の運送を手伝いに来たんだ。それはよかった。ちょうどこの鉄鋼をどう運ぶか困ってたんですよ。そのモラを払う必要はありますでしょうか。いや結構、この借りはすでに安武が受け持ってる。礼なら後で彼に言うといい。
じゃあ始めようか。やあ、逃げ道はありません。ローズクラッカー、スピナビ権限よっ。さあ、気をつけて、魔物が現れるかもしれない。出なさい、堂々不意打ち。月のように永遠なる却下する。やっと、えっ、ふっ、うん、もうすぐだ。あと少し頑張ろう。の雷槌、紅に染まって散りなさい。手伝って、堂々不意打ち。ファイヤー、ま、いわ落ちる、貫こう。ここまで運べば大丈夫だよね。本当にありがとうございます。突然こんなにたくさんの魔物が現れてどうしたらいいか困っていたんです。ここから先は安全なはずだから、俺たちはここで失礼するよ。はい、本当にお疲れ様でした。なんてことないさ。さあ行こうか。もう安心してくれ。貨物なら無事に届けたよ。よかった。お前に頼まれたことももう人を手配しておいた。すぐ結果がわかるだろう。お前も大変だな、いつも裏でこんなことを処理してるなんて。自分の時間もないだろう。何日か後に会合がある。そこにも来てくれ。いくつかの紹介が利益をめぐって争ってるんだ。お前に仲裁してもらいたい。それについては俺も心当たりがある。その時は行かせてもらうよ。それと少し前に酒井がそいつに金を貸してる。きっとお前ならこのことに興味があるだろう。へえ、どうやら彼にも話を聞いてみないといけないようだね。今回のことは助かったよ。ありがとう。いいってことよ。じゃあ俺はこれで。またな。うん、これで半分くらい終わったかな。あの人は天領奉行の補給官なんだ。天領奉行の外部の仕入れや武器の手入れを全て彼が請け負っている。武器の製作には原材料の仕入れも必要だからね。彼は鉄鋼貿易についても詳しい。さっきは彼と鉄鋼の商売について話してたのさ。確かに関係ないように見えるね。でもすぐにわかるよ。さあ次は旧友に会いに行こうか。新しい着物、やっぱりおしゃれ。新人ボーイズはいつも。来たか。安武からの伝言ですでに事情は把握してる。だがこの一件は厄介だな。
ほう、何が厄介なんだい？ああ、あいつは確かに俺たちから金を借りてる。だが、返済期間はかなり長めに設定してあってな。そんな状況で早めに催促するのもあまり良くない。でも、その長い返済期間は彼が当時シャブ業と商売をしていたからだったはず。なら、我々シャブ業がその特権を回収すれば、彼は今すぐにでもお金を返さないといけなくなるんじゃないかい？確かにその通りだが、怒られるのは俺なんだぞ。俺たちがやってるのは小さな商売だ。常に安定を一番としてる。こういった波風は当然少ない方がいい。そんなこと言わずにさ、この前ヨドマリ石が欲しいって言ってたよね。どうにかして手に入れてみるから。だがヨドマリ石だけではやはり少し。俺はそれくらいでちょうどいいと思うけど、一度にたくさん欲張っても手が回らなくなる。そうだろ？まったくお前ってやつは。わかったよ。俺にヨドマリ石を持ってきてくれるなら、お前たちのために泥水の中を歩こうじゃないか。よし、決まりだ。それじゃヨドマリ石を取りに行こうか。これで足りるかい？ああ、あとのことは俺に任せろ。きっと満足のいく結果になるはずだ。しかしトーマ、お前ってやつは性格も手段も昔っから何一つ変わってないな。この先も対立することなく協力し合える関係でいてほしいものだよ。安心してくれ。シャブ業に害をなさない限りずっと平穏な関係を保てるはずだ。ならいい。じゃあ二人とも、俺はこれで。心配いらないよ。他人の弱点ばかりに目が行くものは自身の弱点も露呈しやすいのさ。さあ、シャブ業所に戻ろう。はあ、どうしたものか。腰を低くして頼めばあの商人も折れてくれるだろうか。それはないだろう。だが他に方法もない。試してみるしかないか。しかし武士としての魂が。主人が窮地に陥った時、迷わず身を挺して屈辱を味わう。これも武士の魂の一部だろう。誰かいるか？お前どうしてここに？俺たちを嘲笑いに来たのか。仕方ない、やるぞ。俺が悪かった。俺が悪かった。え、俺が悪かった。許してくれ。商品は元の値段、いや半額で売ってやる。これはどういうことだ？トーマさんはいるか？さっきは俺が悪かった。いくつ欲しいんだ？売ってやる。足りなかったら倉庫にまだ在庫がある。きっと満足してくれるはずだ。今回の品に偽物は混ざってないよね？ない、絶対にない。名誉にかけて保証する。劣化品は一つも入ってない。だから頼む、俺の活路を絶たないでくれ。偽物がないならここに運んでくるといい。検品が終わったら君の問題もおのずと好転するだろうね。わかった、今すぐ運ぶ。すぐ運ぶから。だから言ったのさ、早々に和解するのが互いにとって利のあることだってね。さて一件落着だ、行こうか。さっきの商人、トーマに謝ってた？どういうことなんだ？おいトーマ、おかしいな、いないぞ。さっきまでここにいたのに。
よし、これで床がきれいになった。次は柵の汚れを。一日休んだだけでこんなにも汚れが。やっぱり掃除は毎日しないとダメだね。あの商人が言ってただろ、今持っている品が売れなくても痛くも痒くもないって。だったら彼が経営する主な業務を断ってしまえば痛みを感じるはずだ。確かにシャブ業は商業に対して直接介入する権限はない。だが俺はちょうど彼の大口顧客と何人か知り合いでね、内輪で対処させてもらったよ。品が売れなければ投資した金は戻らない。そうなれば当然借金も返せない。彼もおのずと焦りを感じることだろう。そこで彼に情報を垂らし込む。問題がどこにあるのか気づくはずだ。そこまで来たらあとは彼が自分からやってくるのを待つだけってわけさ。大したことじゃない。こういう面倒事はもういくつも解決してきたからね。君の言ってた他人に慕われるようになってほしいって点だけど、俺はそれほど気にしてないんだ。俺は上里家の警視。名声は俺にとって何の意義もない。それどころか名声が高すぎると物事を対処する際の手段が制限されてしまう。ああいった噂話を聞いたとき、君は俺のために不満を抱いてくれただろ。それはつまり君は俺がそんな奴じゃないと思ってくれてるわけだ。俺にとっちゃそれだけで十分。俺の身近にいる人が理解してくれればそれでいいんだ。今回はシャブ業の危機を救ってくれてありがとう。今度きちんとお礼をさせてくれ。今回作った借りも一緒にね。